ただいまより鹿島市メルカリ鹿島アントラーズ FC による持続可能な地域社会実現に向けた地方創生事業に関する包括連携協定の調印式を始めさせていただきたいと思います。早速ではございますけれども協定書に署名をいただければと思います。両名の方々よろしくお願いいたします。この度株式会社鹿島アントラーズ FC さん並びに株式会社メルカリさんと地方創生事業に関する包括連携協定を結ばせていただくことになりました。今日こういうことになること大変嬉しく思っておりますし今後に期待をしております。まさかこんな形でこんなに早くそういう部分では小泉社長さんの決断力、行動力、こういうのは私も見習わなきゃいけないなと思っています。まあこれも昨年の8月にメルカリさん、アントラーズの経営権を確保してみる形で、その時にいろんな記者会見で、小泉社長さん地域貢献という話をされてました。そういう部分で鹿島市も今総合計画町人仕事計画を平成28年の3月に策定をして今年の来年度に向けて今2期目の計画を策定したいと思っているところであります。しかしなかなかいろいろと自分の思ったように描いたような形にはなってません。いろんな課題もいっぱい残ってます。まあ時間があれですから細かくはあまりしゃべりませんけども超がつく少子高齢化これには鹿島市もいろいろとあります。去年のことですけども75歳以上の高齢者の方々1万61人に高齢化率 30% を超しています。また地域のコミュニケーションの部分で自治会の加入率これも 49.6%、 50% を切ったような状況でもあります。また医師不足の関係高齢化に向かっての市民の皆さんの高齢者の皆さんの足の問題交通の問題等々さまざまな課題があります。そういう部分でこれを2期目の計画に取り入れるためには行政だけの力ではなかなか難しいと思っておりました。その部分でこの AI、IT、そういう通信情報技術を活用させてもらって新しい角度からのまちづくりがいければありがたいと思って今回の協定に非常に期待をしているところであります。なかなか行政得意な分野というかねやっぱり行動力いろんなデータを集めて
分析をして進む分野では遅れてなかなかおります。そういう面では非常にありがたいなと思っているところであります。またいろんな課題としてアントラーズさんの試合に年間40万人からの人が来ております。だけども交通上の問題があったり資格の問題があったりいろいろあるんでしょう。地域に介入してもらって食べるとこがないとかいろいろ条件があるんでしょうけども、なかなか生かしきれてないという思いもあります。またこの悠久の歴史も持ってます鹿島神宮、これには北地の国不時にも出てきます。またいろんな松尾芭蕉がどうだとか親鸞がどうだとか藤原鎌足、これも生誕の地でもあると言われてますけども、なかなか自分の地域に市民の皆さんも含めて特に子どもたち分かってません。こういうことをきちっと子どもたちにも理解させるしてもらって、郷土愛、ふるさと愛、歴史を知ることによってそういう急務醸成もできるんではないかと。またご存じのように鹿島市の顔であります神宮宮中地区、あの界隈どんどんシャッター通り、なんでこうなのかね、これは政治行政に携わる者の責任であるとは思ってます。歴代の区長さん方いろいろやりましたけれども全部頓挫をしてます。なんとか私としては鹿島の顔、今年はオリンピックも開かれます。インバウンドを含めて国内外から大変な人が来ますけども、鹿島の顔、これがどんどん寂れていってる、非常に残念だと。なんとか昔のにぎわいづくりを創設をしていきたい、取り戻したい思いもあります。また鹿島市には第二の人生、都会から来られた方もいっぱいいます。その方たちの交通状況、こういうことも課題としていろいろと、買い物に行くのにも病院に行くのも不便ですよ、だいぶ言われています。そういう対策をコミュニティバス、デマンドタクシーでは対応はするようにしてますけども、なかなか満足いくことにはなってません。また健康寿命、こういう部分で市民の皆さんの安全安心できるように健康を落ち着く、そういう制度も温水プールを作ったり、ゲートボール場を確保したり、いろんな地域の芸能発表する場所を確保したり、いろんなことをやってますけども、なかなかこれもいきません。そういう面では今回お活動を結んでもらって、ソサエティ5.0ということで、私もなかなか勉強不足よく分かってますので、いろんな資料を見させてもらうと、いろんな分野に、先ほども言った交通であったり、医療介護、ものづくり、農業、食品、防災、エネルギー、いろんな分野 に活用する方策、いろんなデータを分析して、まちづくりにつなげる方策がありますので、これをなんとかいち早く取り入れてまちづくりしていきたいと思っていますので、今回先ほども言いましたけれども、アントラーズさん、メルカリさんの協力をいただける、本当に私としては心強く思っております。これからも一緒になってその部分でご支援ご協力いただければありがたい。地域が活性化すること、これは間接的にはアントラーズの、活性化にもつながっていくと思うんで、ぜひこれからもこれを機会に
よろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございます。私の方からですね、そもそも今回のこのですね包括提携の前に、鹿島のこの首都ですね、アントラーズの歴史というところからまず入りたいなと思っています。93年 J リーグがですねスタートしてからですね、私もこの鹿島の隣町が千代の出身でしたので、J リーグできる前というのは、非常にこの地域というのはですね、まあ、大きければ大きな、まあ、文化的な側面というのは、まあ、それほどなかったというかですね、やはりアントラーズができて初めてこの文化的な、もしくはまあ多くの方にですね、知っていただける、まあ、そういう環境が整い、そして、まあ、ある意味、鹿島市と鹿島アントラーズというのは二人三脚ですね、この地域を、発展盛り上げてきた存在じゃないかなというふうに思っています。でそういう中でですね、私自身ですね、まあ、昨年、メルカリがですね、経営権を、日本製鉄様から譲渡させていただいたと。で、まあ、日本製鉄様がですね、これまでずっとこの地域をですね、支えてきた歴史があるということも十分しておりますが、そういう中でですね、この先の未来、5G であるとか新しいテクノロジーがですね、今後私たちの社会にですね入っていく時代におきまして、その鹿島という地域をもう一度ですね、アップデートしていくということがですね、この地域における非常に重要な課題かなというふうに思っています。まあ、これまでの社会というのはどちらかというといびきたつネットワークというのを皆さん多分お聞きになった方もあると思うんですけども、私たちがどちらかというとこうインターネットというかテクノロジーにこうアクセスしに行くと。でこれからの時代はですね、いびきたつの時代からアンビエント時代と言われていまして、何が起きているかというと、私たちがもうすでにネットワークの中に生きていくと、ネットワークの中で生活していくと、もうどんどんですね、私たちは意図せずともですね、いろんなテクノロジーネットワークにつながっていって、生活が便利になっていく社会になっていくと、それがまあ今後多分数年のところですね、どん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 進んでいくというふうに思っています。そういう意味で言いますと、高齢化ですねの問題はあると思うんですけれども、多くのですね方々により便利になっていくテクノロジーはこれからどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。そういう中でですね、日本も、まあ、政府中心にですね、まあ、スーパーシティでありますとか、スマートシティというようなですね単語が出てきてますけれども、簡単に言うと、まあ、テクノロジーで人々の生活を、まあ、豊かにしていくという話かなというふうに思っています。そういう中で、まあ、その政令指定都市を中心とした、スーパーシティ、スマートシティ、まあ、非常に大掛かりなものではなくですね、鹿島のようなある程度日本にですね、どこにでもあるような課題を抱えているこういう地域がですね、テクノロジーと、そしてそこにやっぱフットボールチームがあるというこの強みを生かしてですね、どういう未来を社会に提案できるのかというのがこの包括提携の大きな狙いといいますか、課せられた使命かなというふうに思っています。そのスーパーシティでありますとかスマートシティというと、やはり市民の方々の理解、当然行政の方々の理解、まあ、いろんな方々の理解協力があって初めて成し得るものかなというふうに思っておりますけれども、そこにおいてですね、やはりサッカーチームフットボールチームがあるというのは一つのですね大きなアドバンテージなんじゃないかなというふうに思っています。なので、まあ、私たち、まあ、アメリカリテクノロジー、並びにですねアントラーズがこれまでですね地域の方々が歩んできた、この歴史をですねうまく生かしながら地域の方々にもご理解いただける、サポートいただける、そのようなですね、進化をしていきながらですね、皆様の生活を豊かにしていくような、まあ、そういう、まあ、新しい、まあ、実験といいますか、いろいろな実証実験をしていきたいというふうに思っています。今回のプレスリリース、皆様にもですねお配りさせていただいている中にも一部ございますけれども、やはりこの、スポーツ×テクノロジーというところがやはり今回の肝かなというふうに思っております。普通のですね、地域はやはり、まあ、スマートシティといってもなかなか、まあ、理解できないところに、スポーツというですね、まあ、プロチームがどう入っていくのかという事例を作っていきたいと。そういう中でですね、今回協定の概要というところですね、まあ、5点ほど、まあ、挙げさせていただいておりますけれども、まず1つ目はそのスマートシティ事業の推進というところでございまして、先ほど申したように、いろいろな社会の課題解決をテクノロジーで、一歩ずつ進化させていく。いろんな会社様がですね、いろんなスマートシティの構想を掲げていますけれども、もう少し地の足につけたですね、一歩ずつステップアップしていくような、まあ、そのようなですね、スマートシティの構築をしていきたいというふうに思っています。
で2点目がですね、まあ、鹿島アントラーズを中心とした地域の再生を呼び企画といったところでございますけれども、1点目ですね、このスタジアムにおける、生体認証のですね、導入を実証実験していきたいというふうに思っています。今もですね、まあ、スマートフォンのキャッシュレスでありますとか、まあ、いろいろなですね、便利な取り組みをスタジアムでも去年よりですね、していますけれども、より一歩進んでですね、生体認証を入れていきたいというふうに思っております。これはまあ簡単に言うと顔認証でありますとか、まあ、いろんなこれまでですね、の認証の仕方よりさらに進化した認証の仕方を提供していきたいというふうに思ってますし、そこにおいてですね、実証実験がスムーズにいけば、それを街の中にもですね、生かしていくような、まあ、そのようなこともやっていきたいなというふうに思っています。2点目がですね、この春に発足を予定しております鹿島アントラーズのビジネスクラブというものがございます。これはまあ地域の事業者の方々をですね、集って、そこ で、ビジネスが新しく、まあ、芽生えていくということをですね、やっていくんですけれども、この地域のですね、事業者の方々とアントラーズ、並びにですね、鹿島市のそれぞれのですね、強み、もしくは課題を持ち寄ることによってですね、新たに、地域の事業者の方々にビジネスを創出していただける、まあ、そういうですね、ビジネス創出の機会をですね、この協定の中でもですね、やっていきたいというふうに思っております。3点目がですね、官民データの活用ですね、通信技術、並びには課題の解決というふうに書いておりますけれども、やはりいろんなデータがですね、まあ、鹿島市並びに今後ですね、 5G になっていった後には出てくるかなと思ってますが、そのデータをですね、まあ、どう利活用するかと、この利活用の仕方においてですね、うまく地域の課題を解決するような利活用をですね、していきたいというふうに思っています。これは当然メルカリがですね、持っている、まあ、AI をはじめとしたいろんな技術も当然あると思うんですけれども、今後ですね、まあ、この協定の中に、まあ、いろんなですね、ノウハウ、技術を持った事業者様をですね、巻き込んでいきまして、うまくこの協定がですね、プラットフォームのような、その社会の課題のですね、解決する受け皿となるような、そのようなですね、取り組みにしていきたいというふうに思ってますので、データの利活用を生かしてですね、まあ、今のこの座組にプラスアルファの形も含めですね、課題解決していけるような、そのような形に持っていきたいなというふうに思ってます。まあ、4点目、5点目、まあ、それ以外にもですね、今後コミュニケーションをですね、いろんな方々をしていく中で新しい課題当然出てくると思います。そういう中でですね、まあ、それぞれのノウハウを持ち寄ってですね、幅広く課題を解決していきたいというふうに思っています。まず一つ私非常に大事だと思っていますのが、先ほど申したように、やはり市民の方々のまあご理解があってですね、初めてこのようなまちづくりというのはですね、成功するというふうに思っていますので、そこにおいてですね、まあ、市長がですね、推進していく部分と、鹿島アントラーズがうまくそれにですね、サポートしていく、そしてそれに対してメルカリの技術がうまく融合していくということでですね、まあ、三位一体でうまくですね、この街づくり、地方創生ということができてですね、市民の皆様が豊かになり、そして雇用が新しく生まれていく、そのようなですね、座組にできればというふうに今回思っております。簡単にはなりますが、以上になります。